いらっしゃいませ。こんにちは。あ、どうも。お願いします。はい。了解です。だからジャブの加藤って呼んでるでしょ。どうされました？制服ですか？お待たせしました。おはようございます。うわ、すあの、はい、今日の制服です、女性の。え？ありがとうございます。言ったもうさ、さすがに。何ですか？どこですか？今日って何番だっけ？今日何番？今、323番。323番。うん、どうしたんですか？これあかんな。中に種類とか色とか結構いろいろあるでしょ。これはあかん。お金もらっちゃった。いいんですかこんなにもらっちゃって。これ良くないな。これね。これ普通にこうお辞儀するじゃないですか。はい。結構やばくないですか。お尻がね。やばいね。これはダメだね。これやばいっすよね。これはちょっとまずいね。はい。こう修理してるのもめっちゃ見ちゃいません？あ、そうですね。さすがにこれ衛生外じゃないと。衛生外で何するんですか？いやいやいや、何もしない。何が違うんですか？衛生外と。何をおっしゃってるんですか？何ですか？怪しい。いやいや、指の位置。あ、そうだ、一個渡したいものがあるんだ。はいはいはい。ちょっと、なんだろう？家にあるんですけど。あ、はい。行きますよ、じゃあ。ここいます？まだ。あ、いようかな。あ、ちょっとじゃあすぐ取っていきます。はい。あ、おお、持ってないよりは。はい、うん。これを、本当は、あの、キャバクラの時、なんか後ろ。本当は、キャバクラの時にお祝い、お祝いというか、あれで渡したかったんですけど。ああ、ありがとうございます。シトじゃないんですけど。マキビさんっぽいなと思って。あ、そうなんだ。ありがとうございます。あの、あれだ、なんか、誰か、なんか来ようとしてくれてて。はい。なんか、多分私、その時誰か人がついてて。はいはい。あ、多分、俺かな？そうだった。そう、ちょっと、その日忙しくて、どうしてもダメですかって聞いたんですけど、ちょっと、忙しいみたいだったんで。ああ、そうですね。あ、そういうこと、あ、なるほど。その時に持ってこうとしてくれてた花だったんですね。そうですね。ちょっとずっと、どのタイミングで渡そうかなと思ってて。え、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。見えてるよ。そこなんもないし。あの、はい。もうそろそろ街も閉じるんで。そうですね。はい。今日はここでおやすみなさい。はい。ということで。では、お気をつけて。はい、船くんも。なんて言ってんだろう。じゃあ、あ、はい、船くんも帰んなきゃ。あ、そうだそうだ、そうですよね。ね。うん、すみません。今日も会えて嬉しかったです。あ、僕もいてくれてよかったです。うん、じゃあまた。はい、気をつけて帰ってください。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。サギさんがいい味してんだよな。大丈夫かお前。うわー。